れ様でした。まずこの中の最後 の, あの対抗戦、ブレイキングダウン勝ち越しとなった負傷対象はアウトサイダーが勝利という、この結果はどのようにご覧になりましたか？なんかアウトサイダーが全勝するかなと思ってたんです、これ。だからちょっとなんか悲しい気持ちもあったりして、こうアウトサイダー時代に自分より輝いてた人たちとか先に、でもそのブレイキングダウンとしては嬉しいみたい な, なんかちょっと複雑な感じでしたね。多分清之助さんからあの2つの対戦要求がありましたけど、その辺はどうなりそうですか？それでも見たいですかねって思いますけどね。ちょっとなんかその辺の選手と一緒にしないでほしいなと思いますね、はい、あと頭痛が痛いんで、頭痛が痛いんで、頭が痛いんで頭痛が治ったらお願いします。ヤンマー選手は可能性はありそうですか？いやどうなんでしょうね、多分厳しいんじゃないですかね。そのやっぱり団体、いろんな団体のなんか考え方もあるし、やっぱ昨日ああいうことが起きちゃったりしてるんで、そう簡単に出てこれるとは思えないです。ヤンマー代表ご自身の試合いかがでしたか？大会全体でそのアウトサイダーだったりですよ、あのまずご自身の試合から。あ、僕の試合からですか？いや情けないなと思いました、はい。まあ、ただ自分が出てみてその選手の気持ちとかもあったんで、まあ情けないなっていうのがまず第一ですね、はい。ここから OK ですね。ユーグ代表が負けた場合はニクルさんが出るというような話も。あれ冗談です。でも、はい、僕も出たいと思います。来年は絶対にブレイキングダウンやってます、はい。でも、相応の相手をちゃんと用意して、本当に勝負論のある人とやりたいなと思います。あ、はい、じゃあお願いします。あ、ブレイキングダウンすごいめっちゃバズってると思うんですけど、あの、松田さんが考えるバズってる理由3つぐらいいただいてもよろしいでしょうか？まあ、トラブルが起きてることと、あとは、そうですね、運営のこの修正能力。僕らやっぱ僕 YouTuber 出身だから、そのコメント全部名通してて、なんだろう、その万人の声が聞こえるってことですよ。万人の声が聞こえるからこそ、こういい方向にもなんか持ち直したり、こう立て直したりするので、そこですかね。あとはそのストーリー性があるから、なんだろう、他の例えばライジンで那須川天心とかを育てるのって多分5、6年かかると思うんだけど、その1試合でスターが毎回生まれちゃうっていうところが、まあ、成功の要因かなと。今回そのどんな修正をしたんですか、ブレイキングダウン修正？もうそんなたくさんありますよ。あの今日の中でもありました。最初の2試合目まで、あの煽り V が流れてからまたなんか話し合いが始まって、でちょっとしらけてから入場みたいなのも、まあ、すぐ変えてくださいとか、ちょっとしたことはどんどん変えてます。あ、修正の数はとにかくすごく多いです。すごく多いです、はい。あと、あの、まあ、今日の対抗戦は緊張感もあって非常に盛り上がったと思うんですけど、今後もやっぱりこういう感じの企画というか、まあ、考えられますかね？あ、考えてます、考えてます。だからそれこそ僕ね、韓国で同じことやってもバズるんじゃないかなと思って。あ、日韓対抗戦のような。先月あの韓国に行ったんですよ、ね。そしたら、はい、ソウルの夜の街歩いてたら、はい、あっちで知名度ないから若者にすごいガンつけられて、結構あのヤンキーいるなと思って、だから全くこうオーディションやってその流れからっていうのは多分同じくあっちでもバズると思うし、やっぱ韓国って兵役でしたっけ、あのみんな行ってるじゃないですか。だからみんな鍛えてるし、あっちでバズった時にはなんか日本と対抗戦とかも面白いし、ホームアンドアウェイとかそういう感じもあるんですかね、韓国大会の。いきなりなんか韓国の何人か連れてきてもやっぱストーリー性がないから、一回あっちで作ってもらってっていうのは面白いのかなとか思ったりしてます。はい、じゃあ優吾さん、はい。今日の試合それぞれの選手が熱い思いや人生をかけた戦いで、まさに人間参加の試合だったかなと思うんですけど、はいはい、感想はいかがですか？いやまさしくその通りで、あの全部の試合にそういった、ま、ストーリーが込められててですね、なんか今後も今日この試合とかに絡んだ人たちがさらになんか羽ばたいていくようなイメージがつきましたね、はい。とても面白かったです、はい、ありがとうございます。他に、あ、じゃあ橋本さん、すみません、あの元選手に関しては今後を前向きに持っていければという感じですか？まあ、もちろんその本人の反省も
大事だと思うし、僕ら自身もやっぱりこのセキュリティ強化だったり、まあこのなんていうのかな、どの超えたことをしないようなこのアナウンスだったりとか、まあその同意書だったりとか、そういうことをしっかりして、まあさっきも言いましたけど、ただその一度失敗したからといってじゃあ永久追放ですっていう団体ではないので、ね、元々のコンセプトが変わってしまうので、ブリートで、そこはなんか一つの失敗をしたからといってそのバイバイではなくて、なんかしっかり反省して立て直してほしいなと思います。当面マカダミティとしては、まあ、しばらく出場停止というような感じになる。だから対戦相手の浅尾さんがすごくなんか男気というか優しさを見せてくれて、久保田君と戦いたいと言ってたんで、まあ、その正雄さんがその一番万全な状態の時、まあ、2月だとまだ拳が痛いっていう話なんで、正雄さんが選んだ時期に久保田君は対戦相手として出ます。はい、今回、まあ、ビッグ感のあるお客さんも集まりまして、今回のこの規模感を維持していきたいのか、それとも次はもっと大きくしていきたいのか、また料金の分も戻していきたいのかというのはどういう構想になっていますか？基本的に全部トライアンドエラーで、新しいことをやっていこうっていうのは常にこの運営チーム、ブレイキングダウンチームだって。で今回も、まあ、こういう中規模というかそういう箱でやってみた、じゃあどうだったっけっていうのを、まあ後でまた振り返りながらですね、まあ、大きくなる場合もあるかもしれないですし、また場所によっては小さくやる場合もありますし、本当ケースバイケースで考えています。とにかくいろんなパターンを手探りで探してるって感じです。スーパービーの環境というものもどう感じられているか？そうですね、今各所から数字とか聞いてますけど、まあ思ってた以上やっぱ反響はあるなというふうに思ってます。ブレイキングダウンが格闘技界だけじゃなくて、お笑い界とかでもブレイキングダウンのマネーションとかしたりっていうのがあると思うんですけど、そういうそのお笑い界とかとコラボしようみたいな考え方ってありますか、両者で？ブレイキングダウンのコラボですか？お笑い界とかとなんかこんなコラボしたいとか、なんかブレイキングダウンのオーディションってそれぞれがなんか狙ってないのにやってることが面白いとか、なんかみんなこうなっちゃダメだよねっていう、なんかある種教育番組みたいな、そこが面白いと思ってて、だからなんか狙ったお笑いがどうなるのかなと思いますけどね、僕は。なんかね、昨日も格闘家の選手たちがこういうああいうことやるとなんか子供に悪い影響を与えるって言ってましたけど、見てる人はこれはやっちゃダメなことだって逆に分かると思うんですよ。僕はそっちの考え方なんで、まあダメなんですけどね、ダメなのは大前提として、だけど僕はそう思いますね、教育番組みたいな感じにはなってると思います。はい、ありがとうございます。あとお時間的に 2,3 問とさせていただきます。はい、今回アウトサイダーとの対抗戦すごく盛り上がったんですけれども、スミスさんに伺いたいんですが、今後の展開っていうのは何かありますか？今回はそうですね、だから僕が出場したいっていうことがまず一つ で、僕が出場するときは一度やっぱ5000人ぐらいの規模でやりたいなとは思います。はい、一度挑戦してみたいな。今日出てきた選手たちに対してはどういうフォローというか展開はあるんでしょうか？出てきた選手、はい、アウトサイダーとして出た選手、勝った選手、もちろんその今後も出てもらいたいなと思います。はい、それは対抗戦ではなくて、対抗戦ではなくても個人として、うん、今回対抗戦にしたのはなんかアウトサイダーを知らない世代の子が今多いから、なるほど、そういう子たちにこうなんていうか、それこそストーリー性じゃないけど認知してもらうことが目的だったので、はい、もう今日出た人はもうなんていうか個人として認知してもらえたと思うので、これからはもう個で出てくると思います。わかりました。今回朝倉さんの YouTube チャンネルではもう無料では流さないってことなんですけど、これからずっとそういう感じなのか？そうですね、もう今後は、ペーパービューを勝手にして申し訳ないので無料配信はないです。なるほどなるほど。もうこれからずっとその買ってくれた人に対して出すっていう感じ？戦後だけは無料配信します。全試合無料配信します。なるほど、わかりました。ありがとうございます。